幸せな日々は劇作家サミュエル・ベケットによる儀曲。初演は1961年にニューヨークのチェリー・レイン劇場で。タイトルは乾杯をする時の決まり文句に由来。フランス語の現代はベルレーヌの感傷的な会話から来ている。抜けるような青空の下、なぜか腰まで地中に埋まった女性が一人。彼女、ウィニーは目覚ましの音で目を覚まし、歯を磨いて、 お祈りを唱えて、と、こんな状況下で、日常的な動作を繰り広げていく。丘の向こうには、彼女の夫、ウィリー。はげ上がった、後頭部を見せる。この男はほとんど声を発せず、また振り返ることもなくただ淡々と新聞を読んだりする。ウィニーはただひたすら喋り続ける。己の狂気から逃れるために、ウィニーはとうとう喉元まで地中に埋まってしまった。 第一幕で彼女の生活を支えていた日用品の数々も手が出ない以上使うことができず、ウィニーはひたすら喋り続ける。やがて丘の向こうからこんな状況には不釣り合いなほどきっちりと清掃をしたウィニーが登場。彼に名前を呼んでもらい、ウィニーはつぶやく。幸せな日々、勝負の終わりのハムや芝居のとある夫婦と夫の浮気相手のトリオなど、 ベケットの芝居には動くことのできないキャラクターが結構出てくるが、このように一つの芝居の中でだんだんと動けなくなってくるキャラクターが出てくるのは非常に珍しい。また、夫婦が題材として扱われるのも珍しい特徴である。主人公であるウィニーは身動きすることのできない異常な状況の中、とにかくものすごい勢いでよく喋る。喋れば喋るほど新たな不安が生まれ、 それを紛らわすためにまた喋る。作中に登場する歌は、オペレッタ、メリーウィドウの一曲。ウィニーの指している日傘が、突然燃え出すなど妙なところで妙な仕掛けがあったり、するのも特徴。ありがとうございます。